ポニーテールの女性ポニーテールの少女たち、ポニーポニーテールは、髪を後頭部で一つにまとめて垂らした髪型。日本語では、双髪と呼ばれる。また、ポニテと略して呼ばれたりもする。毛先が、ポニーの尻尾のように垂れていることからこの名がついた。髪を止めるものさえあれば、短時間かつ簡単にセットできる髪型である。そのためロングヘアの女性が、スポーツ等をするためによく言う。 髪を結ぶためにゴム、ピン、リボンなどが使われる。ゴムの場合は快活さが強調される。リボンの場合では女性らしさが強調される。顎の先から耳の中心を通る線を引き、その延長線上の頭部に作る結び目をゴールデンポイントと呼び、最も見栄えが良い標準的な結び目の位置とされる。ゴールデンポイントよりも高めに言うと個性が強調された雰囲気になり、 低めに言うと大人しめな印象の雰囲気になると美容業界では言われている。美しく見せるためには髪はある程度の長さが必要である。目安としては片下程度があれば良い。それ以上の長さがあれば結んだ髪が揺れるためより一層の美しさを演出できる。時代の変化によりポニーテールを前提としたヘアカットにも変化が生じている。 古代エジプトやローマの絵画にも見られるが、1950年代の頃ロックンロールと共にウォールディーズファッションが流行した際に女性に好まれた髪型の一つとして普及したとも言われているバービー人形の髪型としても知られた。日本では1955年に流行となり定着した。かつては遅れ毛が出ないようにきっちり結ぶ傾向があったが、 時代とともにアレンジが進みラフに結ぶスタイルや、三つ編みを加えたスタイルも好まれている。1980年代の日本では、中森明、菜、岩井さゆり、斉藤由紀、高井真美子などが、ゴールデンポイントよりもやや高めに結び、結び目を広げて、毛先を遊ばせ、前髪やサイドの毛を、ふんわりと下ろすスタイルを好んで披露していた。なお、くくる位置が低い場合は一本結び。 左右どちらかにテールを垂らした場合は、サイドテール、もしくはサイドポニーと呼ばれる。サイドポニーの普及により、本来のポニーテールをシングルポニーと呼ぶ場合もある。最近では、派生版として、テールの付け根部分の髪を左右に重ねた形の、クロスオーバーポニーテールが定着してきている。 流絶乱化の植物でその葉の出方が、この髪型によく似たものがあり、ポニーテールという別名で呼ばれている、トックリランとも言う。これもその形状をシルエットとして見ると、それらしくも見えるためである。男性が、創発にして、後ろに下げる髪型をポニーテールと形容する場合がある。米国では、社会学者、ポール・ファッセルが、次女、階級において、創発の男性を、 いわゆる芸術家やヒッピーからなる自由人であるカテゴリー X に類型している。このことから米国で1980年代において、創発の男性はある種のカウンターカルチャーの体現者としてイメージされていたことがわかる。このほか、逃亡者において、トミーリー・ジョーンズが演じる連邦保安官補、サミュエル・ジェラードがジョー・パントリアーの演じる創発の部下のコズモ・レンフロに対して、 ポニーテールだからって甘く見られるなよ。と励ます場面がある。日本においてはファッションの一環としての要素が強い。個々の判断で挑発にしている男性が髪をまとめる。さえのスタイルの一つとして捉えられている。ありがとうございます。